FM 宜野湾お聞きの皆さん、こんにちは。木曜日2時を回りました。火曜ダイヤル797、人に歌あり、歴史ありの時間です。担当のパーソナリティ、砂川です。すでにご存知の通り、この番組は、ゲストの方をお招きをして、このゲストの方の反省をこう振り返って、そして思い出の歌、懐かしの歌をお届けをする番組です。今日はですね、シンガーソングライターとして大活躍をされております福山依子さんをスタジオにお招きをしております。福山さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いしますね。はい、こちらこそお願いいたします。はい、もう遠いと沖縄市なんですね。はい、そうです。お住まいがね。はい、私も沖縄市なんですが。あ、そうですか。でも福山さんより僕の方が近いです。諸見の方ですからね。はい、どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。シンガーソングライターの福山さんは今日はこれウグイス色ですか。そうです ね、はい。素敵なスーツに、そして胸には大きなブローチをつけております。とっても素敵な方です。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。お話に入る前に、ちょっと宜野湾関係の新聞紙面から紹介をしたいと思いますが、ほら、24日でしたか、落雷がありましたよね。あ、はい、糸満の方でね。はい、そして男性が、病院に運ばれたんですね。で、これ26日の新聞によりますと、はい、自分で呼吸するようになったというんですね。あ、それは良かったですね。本当良かったですね。本当に。そして、意識はまだ戻ってないということなんですね。ただ26日のことですから、今日現在の状況はまだ分かりませんが、それにしても自分で、ね、呼吸ができるようになったということは、この意識も近々戻るんじゃないかというふうに、期待をしているわけなんですけどね。これで、この雷にどうして打たれるんだ、打たれるのかということなんですが、はい、我々は金目のもの、金属に落雷するというふうに昔から、どうですか福山、そう教えであると。はい、そのように聞いてます、ね。はい、私も子供の頃からね、光るもの、はい、クワとかね、スキとか、ね、ああいうの、のに落ちるから、はい、注意しなさいと子供の頃よく言われていたんですが、はい、ここにね、森本武史という大学教授、准教授、近畿大学の准教授の説があって、話があってですね、金属に落ちるは嘘だとおっしゃるんですよ。あ、はい、金属に落ちるというのは嘘だよということで、はいはい、それでこの避難の方法もですね、避難に適しているのは周囲を金属に囲まれた場所だというんですね。逆、はい、ね、そうなんですよね。そして鉄筋コンクリートの建物や自動車の中は雷落ちても電流が金属部分からを通って逃げるので安全だと言うんですね。車は安全だというふうに聞いていたんですが、タイヤがゴムだからそれが雷をこう逃がすんだというふうに、僕はなんか教えられていたみたいですが、そうじゃない、金属に囲まれてるから安全だということなんだそうです。で、危ないのはですね、木の下が安全だとよく言われるんですが、言われてましたね、木の下一番危ないんだそうですね。はい、それから軒下とかですね、はい、公園なんかにありますような東屋、はい、こういったところは一番危険だということなんですね。あ、さあ、そういうことで、この雷落雷事故で、新たに言いましたわけなんですが、とにかく、この男性の方がですね、宜野湾市の方なんですよ。そうですね。はい、40歳のね、会社員だそうですが、一日も早い回復をですね、お祈りをしたいもんだと思います。で、病院に見舞いに来た男性の母親はですね、雷が落ちた胸のあたりに火傷と、転倒した時の怪我が額にあるが他に外傷はないと、でお医者さんからも大丈夫と言われたから、今日は笑顔で帰れるとほっとした様子を見せていましたということなんですね。はい、それともう一点大事な点はですね、消防本部、男性が一命を取り留めた要因に、落雷で心肺停止となった男性に心肺蘇生法や
自動体外式除細動器、つまり AED ですね、はい、これを行ったビーチスタッフの対応が非常に早くてよかったと、これを取り上げてるんですね。いや、消防署の方々本当ご苦労さんであります。まあ、これからもっと暑くなりますと、海へ行く、山にキャンプをする、まあ、いろいろ機会があると思いますけどね。雷注意報が出たらもう本当に、キャンプ畳んでその帰るぐらいのですね、用心深さが、必要かと思います。そうですね、はい、お届けをいたしました。それとね、今日はね、あの宜野湾関係いっぱいあるんだよな、神田さんな。あ、FM 宜野湾がその、ビーチに、支局サテライトスタジオを出したということもありますね、はい、場所はこれ どの辺ですか。僕行ったことないんですが、ですね、FM 宜野湾のサテライトスタジオは、はい、宜野湾市のトロピカルビーチに、ええまあ、スタジオを設けさせていただきまして、はい、場所はお手洗いとかシャワー室がある、まあ、管理事務所といいますか、そういうちょっと建物があるんですね、はあはあ、その近くに売店があるんですけど、はい、のトロピカルビーチの売店があって、うん、その売店の中のちょっと一部を借りて放送室というか、うん、機材を置くところを設置している感じですね。これはあの例の観覧車の近くなの？違う、全然、はい、うんうんうん、これ宜野湾なので、まあ、地理に疎いもんですから分かりませんが、はい、まあ、そのサテライトスタジオから3時から4時ですか、はい、これ10月の末まで、開局をするということですね。そうですね。どうぞ観光客の皆さん、地元の皆さん、立ち寄る機会がありましたら、米峰君がやってるのかな、放送は。そうですね、今日木曜日は与那峰が、なるほど、はい、まあ、通りがかりにね、声かけていただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いをいたします。さあ、お待たせをしておりますが、はい、さあ福山さん、はい、今日はまあ福山さんが、今日まで歩いてこられた越し方を振り返ってですね、はい、いろいろお話をお伺いしていきたいと思いますが、はい、今福山さんが作詞をして、はい、CD できた CD が今4曲ですか、はい、あの作詞は2曲でですね、はい、はいはいはい、あの4曲はあのダムに入っております。ほうほう、ダムに入っている、はい、すごいですね。ほう、で、まあ、神田君にね、後でかけてもらうわけなんですが、はい、福山さんは沖縄市にお住まいなんですね、はい、そうです、はい、お生まれは沖縄市ですか。いや、あの北谷町関西道でですね、はいはい、もう5歳の時にあの沖縄市に引っ越してまいりました。あ、そうですか、はい、あ、5歳の時ご家族全部でね、はい、そうです。でそれ以来、まあ、今日までずっと沖縄市でおられるんですね、はい、そうですね。ちょっと、まあ、いただいたそのプロフィールをちょっと紹介しておきますとね、はい、平成24年の5月株式会社日本クラウンよりCD リリース、これ曲名がバラのきらめきと子供たちの夢乗せて、それから22年後の26年3月にお月様聞いてね、それから幸せ桜、この2曲をリリースされたんですね、はい、でその幸せ桜とそれからバラのきらめき、はい、バラのきらめきを作詞をされたと、はい、で作曲はあの有名な宮川先生なんですね、はいはい、宮川先生沖縄大好きですよね。大好きで、もよくあのこう来られますね、はい、あのほらクラウンのね、カラオケ大会、全国クラウンのカラオケ大会がありますね、はい、去年私それあの見させていただいたんですが、あ、そうですか、本当に宮川先生沖縄大好きでね、大好き、で私の知り合いの人にね、よかったら作曲してやっていいぞというふうに声かけたと言うんですよね、はい、非常に気さくな先生、気さくな方です、ね、もう福山さんは先生とのお付き合いは結構あるんじゃないですか。そうですね、もう 5,6 年前から、はい、なるほどね、はい、いろいろご指導いただいております、そしてまあ作曲をしてもらったわけですよね、はい、さあ12分ですが、神田さん、まあ、早速ね、ここでそのどの曲からいきますか。バラのきらめきが最初ですね。それじゃあその福山依子さんの
オリジナル曲バラのきらめき、この曲をお聴きいただきたいと思います。どうぞ皆さんお聴きください。バラの花咲きほのかに香る甘い香りに誘われて、そっと身を寄せ微笑む私。花は人の心を美しく爽やかにする。あの人もこの人もバラのその愛で温かく包んでください。ああ情熱の花よ愛のバラと歌いましたね。まあこれテーマはやっぱ愛を感じるんですが、はい、まあ、美しいあの バラにですね、ええ、あの込めて愛を、はい、たくさんの皆さんにあのこう愛がこうありますいいですね、はい、っていうふうな形ですね。なるほどね。いや私作詞をする人というのはすごいと思うんですけどね。
どんな時にこの着想っていうんですか、構想が湧くんですかね。そうですね、こうまだまだこう本当に初歩の段階ですから。いやいや、ご謙遜ご謙遜ですけれども、はい、一応そのこういうふうなこう歌のこう詩を書きたいなっていうふうなのがちょっと日頃少しこう、はい、心に留めていることがあったりしますと、まずは物語から1番2番3番ということで、はい、物語から少しこう考えて膨らませて、はい、こう作詞をしております。ですからこのバラもですね、1番は赤いバラに託して、はいはい、2番が白いバラ で、はい、で3番は色とりどり の、 バラをイメージして、はい、書きました。そうですか。作詞をするそもそものきっかけというのはどういったことだったんですか。ですね、こう作詞するということは日頃全く思ってなかったんですけれども、はあはい、こうまあ作詞作曲家の宮川勉先生、はい、そして作詞家の影山、影山先生、牧先生とのご縁がありましてですね、はい、この普段のこう雑談の中で、ある日私がバラが大好きですからバラをモチーフにした歌が歌ってみたいですねっていうようなことをお話の中でこうしましたら、はい、じゃあ福山さん自分で書いた方が一番いいですよ、バラの詩を書いてくださいっておっしゃったものですから、びっくりしますよね。詩を書くということはもう考えてみませんでしたので、これはまたしまった余分なことをお話ししてしまったと、はい、思いましたけど、後の祭りでですね、書きましたか、送ってくださいというような形でまた、はいはい、お声をかけをいただいたりしましたから、はい、もう観念しまして、これは書くしかないなと 思いましてですね、はい、それでこうもせっせと書いたり、こうまた、はい、こう止めたりしながらですね、なんとか恐る恐る恥ずかしいんですけれども一応はこうお送りしましたら、はい、歌の歌詞になってますよっておっしゃっていただきましたので、ほうほう、はいはい、それを聞いて私がびっくりしたような状態でしたけれどもそうですか、はい、いや、やっぱりこのなんていうんですか、テーマを考えて作詞されるんだそうですね、はい、私の場合にはそのようにまずストーリーをちょっと考えて、はい、ね、つまりその1番から3番までこのストーリー性で貫かれている詩を、はい、まあ、作って書いて、はい、ということになるんですか。そうですね、私の場合にはそのようにしております。あ、いや、しかし、まあ、何度聞かされても、まあ、僕なんかとてもとてもできるようなもんじゃないもんですから本当びっくりするんですけどね、すごいすごいと思いますよ。まあ、いい先生に巡り合ったというのもこれも一つの、はい、いいご縁が、ね、そうですね、もうそれが一番大きくて、大きくてですね、はいはい、もう CD をこう出すとかそういうふうなことを全く考えてはこうなくて、ほうほう、まあ、ただ楽しく歌を歌ってるような状態 で、はい、でしたけれども、ええ、ご縁でそういうふうな発展になりましたねえ、はい、やっぱり人の出会いですね、はい、確かに。もうやっぱ影山先生はまあ残念ながらお亡くなりになったんですね、はい、そうですね、90歳でですね。宮川先生今おいくつぐらいですか。もう80歳今年ですけれども非常にお元気なんですよ。お若いですよね。お若いです。去年私見たんですけどね、はい、いや本当にお若いですね。お若いですね。だからまあ、クラシックの指揮者なんかもね、はい、90何歳でタクト歩くとヨボヨボしてるんですけど、例えばトスカニーニの映像を見たんですけどね、はい、飛行機からこう降りてくるわけです。するともう今階段からこのタラップから落ちるんじゃないかと思うぐらいヨボヨボしてるんですが、はい、ベートーベンを振るとね、いやもう2時間近く振りますから、はい、シャキッとするんですよ。だから音楽やってるということが精神衛生上ね、非常にこの人を若返らせるっていうのか、若さを保つ出せる秘訣なのかなと思ったりするんです。どう思います。いや、もうそれ音楽の力っていうのはとても大きいですよね。そうですよね、はい、だからさっき話した通りね、ここの宜野湾署の斜め向かいにジョイというカラオケハウスがあるんですが、はい、ちょいちょいそこにも行くんですけどね、そこで70代80代のおばあちゃんたち、おじいちゃんあんまり見ませんねおばあちゃんたちがね、はい、こうグループでいらっしゃるんですよ。でってこう最初びっくりしましたね。そしたらまあ
3時間も4時間も歌うんだそうです。まあ代わり番組に歌うから、大丈夫でしょうけどね、だからやっぱ音楽歌というのはこれはやっぱり人間の心を浄化する、勇気づける、いろんな浄化作用があるんじゃないかなと、高揚させるね、要素があるんじゃないかと思うんですが、本当にそうだとこう思います。歌で心を和ませ、楽しんでですね、過ごしていきますと本当に体も元気になるんじゃないかなと思います、でこの頃はほら病院でもね、音楽療法を取り入れてる病院があると聞きますからね、いや、これすごいことだと思いますね。そうですよね。はい。まあ、今日は1曲目、今1曲目、そのバラのきらめきをお聴きをいただいたわけですが、あと1曲前半でいけるかな、どうだろう神田さん、今度は2曲目ですね。はい。子供たちの夢です。はい、子供たちの夢乗せてですね。はい、はいはい、お願いしましょう。どうぞ。
歌謡ダイヤル797人に歌あり歴史あり。今日のゲストはシンガーソングライターの福山依子さんをお迎えしてお届けをしております。まあ、暑い日がずっと続きますが、皆さん熱中症くれぐれも気をつけてもらいたいと思いますね。今日も日中33度まで上がるということですから、特に気をつけてもらいたいもんだと思います。ちょっと空には雲があって地平線がちょっとぼやけて見えるんですが、スタジオからもそんな情景を見ながらの放送になっております。どうぞ後半もよろしくお願いをします。さあ福山さん、いただいたプロフィールをちょっとご紹介しますね。はい、すごいことがいっぱい書いてあるんですね。はい、いやいやいや、三田明の沖縄公演前座出演。はい、これはいつ頃の話？もうこう歌い始めですから長いですよ。そうですか。はい、そして鏡五郎さん。はい、沖縄公演の司会ですよ。はい、しました。いやいやいや、どんな方？とてもにこやかで素晴らしい方で、非常に笑顔 の素敵な方ですね。そうですか。気さくで素晴らしい方でした。いやいいですね。はい、いいですね。はい、それから今度は女性の方、青井香里、沖縄公演の、はい、これまた司会ですね。はい、初めて沖縄に公演に来られた時に、はい、こう司会をさせていただきました。いやいやいや、とても綺麗で日舞がですね、はい、素晴らしい方ですよ。そうですね。はい、私も音市場の公演でちょっと見たんですけどね、なかなか話もトークも上手でね、はい、とっても綺麗な方で。そうですね。いや、とても素敵な方です。こんな人の司会をするんだから、これすごいわ。はい、大したもんです。それと横浜、はい、これは音ウェーブですか？はい、まあ、いろんな楽器って言いますか、はい、それぞれ のアーティストの皆さんがですね、一堂に会して横浜の方で一大イベントがありまして、はい、その時にゲストで参りました。はあ、歌う方のゲスト、はい、歌とですね、こうお口の元気体操パタカラ、はい、それの講師をしてまして、はい、でまたあちらでパタカラもこう披露させていただきました。そうですか。そして横浜カラオケ鉄人コンクールのゲスト、はい、これはどういうことですか？横浜その主催のですね、はい、各いろんなその、まあ、カラオケハウスでしたら歌歌ってる皆さんが、コンクールがあったんですね。はい、でその時 のゲストで出演させていただきました。はあ、大和までこうして お招きされていくという、これは福山さんの実力かなりのもんじゃないですか。いや、もう私は歌はまだまだですのでまだまだお勉強を、ご謙遜ご謙遜していかないといけませんけれどもいろんなこう作曲家の宮川先生とか、いろんな皆様方の、はい、そういうふうなお付き合いでしたり、はい、いろいろありましてご紹介いただいたり、はい、でですね、はい、そういうふうな運びになっております。いや、素晴らしいことですね。横浜はごめんなさい、長野県安曇のパタカラ公演、はい、これは3回と書いてありますが、はいはい、そうです。社会福祉協議会の、こう招きと、それからそういうの施設ですね、老人、はい、ごホーム、そういうようなところでまずパタカラをご一緒にこう披露させていただいて、はい、その後はミニ歌謡ショーもするわけですよ。ほうほう、そういったことで、また長野にも県の方にも歌 の仲間がこうおりますので、はい、一緒に、はあはい、こうしてます。でその時ですね、はい、まあ琉舞まだまだなんですけれども、はい、4,5 年はなりますが、琉舞もですね、はい、踊ったんですよ。はあ、寒風も持ってきましたですね、はいはい、その歌の合間にパッとこう着替えて、はあ、そうしましたらめったにこう琉舞はこうご覧になったことがないということで、とても喜んでいただきました。はいはいはい、ぬちばなですとか、ね、ぬちばな、うわ、かなようですとか、あらあら、かなようね、いや、沖縄の誇るその素晴らしいね、はい、琉球舞踊、はい、その世界をまあ堪能してもらったということですね。はい、その、沖縄県内多数の老人ホームにて、はい、パタカラおよび歌謡ショーをやっておられる。はい、
これはそれから最後に東京のこれは綾花ですか、彩花ですか、日本彩花、あの芸術学園って、はい、あるんですけど、日舞学院、はい、春の祭典にゲストとして出られたということで、はい、これどういうことですか。彩花学園の園長先生と、そのご縁がありまして、はい、それでお会いする機会がこうありましたので、はい、宮川先生の、その、こうスタジオの方でですね、はいはい、お会いしたことがございまして、でその時のこうつながりでですね、はあ、ご一緒に、はい、2度ほどこう出演させていただきました。そうですか。いやこれ見るだけでも私ビビりますよ。いえもう本当に素晴らしいことですね本当。さあ、まあ歌手活動を展開をしているわけですが、ここで、神田さん、なんか CD をプレゼントするというお話ありましたね、はい、どうぞ。はい、ではちょっと私の方から CD プレゼントのちょっとお知らせをさせていただきたいんですけれども、はい、今日ゲストにいらっしゃっている福山由里子さんの CD バラのきらめき子どもたちの夢乗せて、そして今からはい、お聴きいただくお月様聞いてね幸せ桜の、はい、この2枚の CD を、とセットで7名様に7名様、はい、ちょっとご好意で、はい、プレゼントしていただけることになりましたので、FM 技能湾にですねちょっとこの CD が欲しいという方はご連絡いただけたらいいなと思います。はい、はい、電話番号も、はい、FM 技能湾の電話番号は098-943-0094 です。943-0094番 ね、はい、ですね。でこれ直接取りに来れる方、そうですね、 FM 宜野湾でちょっとお預かりをしますので、はいはい、直接 FM 宜野湾に、取りに来ていただける方か、はい、まあ、もしくはちょっと着払いで送料だけご負担いただくという形に、はいはい、なると思いますので、まあ、先着で7名様ね、はい、プレゼントしたいと思います。多い時は抽選じゃなくて先着順ね、先着順がいた。いやしかしこんなもう豪華なプレゼントいただいて本当恐縮しております。 いえありがとうございます。聞いていただけましたら大変嬉しく思います。ありがとうございます。さあ、今度はですね一曲いって別の話しましょう、はい、3曲目は今その話をしたバラ、何お月様聞いてね、お月様聞いてね、これはあれですか、まあ、恋する女心を、彼氏に直接言えないんでお月様の力を借りてお月様聞いて私へこんなよというふうなことを訴えているわけですね。そうですね、はい、やはりこう若い時にこう お月様に願かけたりっていうふうなのは、はいはい、多くの皆さんが体験があるんじゃないかなと、ね、思いますけれども、はい、まあ、そういう乙女心をですね、はい、いつまでも忘れないようにですね、はい、したいと思ってます。これは影山真紀先生の作詞で、はいはい、宮川勉先生の作曲ですね、はい、そうです、ね、そして編曲は、はい、これは奥寺、はい、陽ですか、はい、はい、奥寺陽さんの編曲で、お月様聞いてね、どうぞ。
影山真紀作詞、宮川努作曲で、お月様聞いてね、歌はもちろん福山さんが歌っているんですよ。まあ、いい詩があって、いいメロディーがあって、いい歌い手があれば、この歌は絶対ヒットすると、まあ、こういったのは小川正夫先生なんですが、透明感がありますね、福山さん、素晴らしいじゃないですか。なんかこの清楚な感じがします、声聞いていてね、素晴らしいと思います。神田君どうだろうね。はい、ありがとうございます。お届けをいたしました。さあ、あとちょっとしか時間、10分があるね、大丈夫だね。あの歌の道に入ってというのか、はい、他にも何かお仕事されてるというふうに伺って。仕事ですか、はい、はい。本職はですね、はい、幼児教育をしまして、もう40年以上。40年ですか、はい、はあ、経ちました。40年どこでやって。あの沖縄市子どもの国の近くでですね、はい、あのリズミ幼児学園をこう、リズミ、はい、幼児学園、リズミ幼児学園、はい、園ですか、はい、今日ご父兄の方、この放送を聞いてる人いませんかね、どうでしょう。そうですね、福山さんだからまた言わなかったでしょ。特にお話はしておりませんが、まあ、宜野湾地域とかいろいろあの職場の、はいはい、でいらっしゃる方もこう多数おられると思います。はいはい、40年もされてるんですか、はい、いや子どもさんたちを預かる責任怖いですよね。そうですね、怖いぐらい責任あるでしょ。命を預かっておりますので、はい、一応もう本職に集中しまして、歌はもう趣味って言いますか、趣味の域を出ない程度でこれだけやれるんですか、はい、あ、いえ、あのそれで歌の活動は、はい、あまりこうできない状況にありますけれども。いや素晴らしいですね。今生徒さん、子どもさんはどれくらい人数います。あのほとんどですね、はい、まあ、4月スタート時点はあの40名以上で、はいはい、あとは後半でだいたい60名くらいです。増えるんですか。はい、それ随時ご入園してまいります。ああ、なるほどなるほど。そして、まあ、もちろんその園の行事なんていうのもあるわけですよね、はい、そうですね、運動会、発表会ですとか、はい、敬老会があります。敬老会、はい、これは誰がお客さんになるんですか。あの敬老会はですね、園児のおじいちゃんおばあちゃん、なるほど、お招きして、はいはい、子どもたちがあの遊戯ですとか歌、はいはい、いろんなあの催しを、なるほどなるほど、ね、はい、俺楽しいですね、はい、素晴らしいですね。40年ですか、はい、さあ歌の道40年頑張ってくださいよ、はい、これからこれからね、今もう 4,5 年ぐらいしか経ってないわけですから。そうです ね、あと34,5 年は頑張ってくださいね、はい、はいはい、そんな福山さんをスタジオにお招きをしてお届けをしております。さて、そうしますと4曲目いきましょうか。ちょっと待ってね、歌詞をちょっと皆さんにご紹介しましょう。さっきのそのお月様聞いてねは、これは影山先生の、今は亡き影山先生の作詞だったんですが、幸せ桜というのは、福山依子さんの作詞、そして歌ももちろん福山さんが歌っています。桜春松ときめく心、つぼみも膨らむ喜び詰めて、季節は巡り幸せ運ぶ、風は優しく春は爛漫、喜びの花、真心と書いて心の花よということですね。桜並木の花影揺れて、見上げる大空浮き雲一つ、出会った人の思い出募る、今はどの町住んでるのでしょう、思い出の花、心の花よ。そして大花繚乱綾風桜、春風香って旅路の果てに、巡りて人は彩る心、時は輝き花の舞宴ですね、はい、花の舞宴、幸せの花、心の花よと綴りました。さあそれじゃあその幸せ桜、福山依子さんの作詞した歌、今日最後にお届けしたいと思います。どうぞ。
田さん、神田さん、いい曲だね、いい歌だね。ねえ、素晴らしい、はい、あの歌の練習をこうしている間にですね、はい、あの高い方も低い方も音域が広くなったんですよ。ほうほう。ですから割となるほど、あの無理しないで、あのすんなり、はいはい、出せるようになりました。素晴らしいです。さあ、そして大花の会チャリティーショー、はいはい、これあのインターネットで世界中に放送してますんでね、どうぞご覧ください、大花の会でチャリティーショーを、26年の6月の29日に沖縄市民会館の大ホールでやっておられるんですね、はい、講演は沖縄市、沖縄市社会福祉協議会、沖縄市文化協会、沖縄タイムス、琉球新報、沖縄子どもの国、そして沖ラジ、こういった方々が講演をしてくださって、すごいことをやっておられるんですよ。あのまあ、内容ね全部こう紹介できないのが残念なんですが、これ予定は今後もありますか。はい、あの10月30日ですね、今年のね、はいはい、あの沖縄あのこう市民会館のですね、中ホールで予定しております。あ、そうですか、はい、成功お祈りしております。ありがとうございます。さあ、そしてこれからの予定はどうですか。はい、大和に行かれるような話されておりました。はい、ありますね。9月19日にですね。9月の19日、はい、あの横浜の方でイベントがありまして、あのゲスト出演をさせていただきます。うわー、ご招待だ、はい、すごいですね。いやいやいや、そうですか。それから別にありませんか。あの今年はあの主にそういったのが、はいはい、大花の会とあのその横浜、はい、そうですね、はい、そうですね、これだけでも大変ですよね。一大、もう一大イベントを2つもやるわけですから大変だと思いますが、お元気で体を大事にして頑張ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日本当にありがとうございました。はい、もうお聞きいただいて、大変嬉しく思います。ありがとうございました。作詞家は私たち日本の美しい言葉を紡いで詩を作ります。そしてそれに彩りを添えて作曲家は曲を作ります。そしていい歌い手によって命を吹き込まれて歌は世の中に出てくるわけですね。どうぞこれからもご自愛いただいて、いい詩をたくさん書いて、そしていい曲を宮川先生につけてもらって、はい、末永くご活躍をお祈りします。ありがとうございます。どうも皆さんありがとうございました。今日はシンガーソングライターの福山より子さんをスタジオにお招きをしてお届けをしてまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。その CD のプレゼントがありますんでね、皆さん、さっき神田君が言ったように、FM 宜野湾に電話をくださって取りに来られる方か、着払いでもいいという方、どうぞ電話をじゃんじゃん申し込んでください。お待ちをしております。それじゃあ今日はこの辺でお別れしたいと思います。また来週木曜日午後2時、歌の世界でお会いしたいと思います。ごきげんよろしゅう、さよなら。